です。ですね、今日はですね、デイブ・ウェックルがよく使ってる、ツイストリプレットをちょっとやろうと思っています。で、ものすごく簡単なんで、で、ちょっと今やってみます。でですね、最初は、まあ、嫌なところから見せましたけど、でもこんなの全然難しくはないんです。で、どうやって動かしているのかって言ったら、右手は、3つあるうちの2つ叩くんですけど、で、左手は、一番最初の、1と3を叩けばいいってわけなんです。で、これ慣れるまで結構面倒なんで、僕はこうやった方がいいかなと思ったのは、これフラムタップになるんですけど、シングル、で、慣れてきたなと思ったら、っていう感じに持っていけばいいと思います。で、さらに、ここからですね、ドラムをこういろいろ叩いてみるっていう風な感じでやってみてください。大体ね、全部一通りやればまあ癖はつきます。で、プラムをちょっと強化したいなと思う方はいると思うんですが、プラム僕留学してる時にですね、じっくりそのマージングの、講師の方に教えてもらったんですね。で、そのやり方をちょっとここで紹介します。でですね、まず左手をですね、連打させるんです。遅くでいいですから、16音符で。でやって、一番最初にアクセントを入れる、アクセントでフラムを入れるんです。次に2番目にアクセント入れるんです。次はですね、16音符で1と2にフラムを入れるんです。感じにやるんです。で、これでも
足りないという方のために、次3連音符で叩くんです。ちょっと早めに叩きます。 1,2,3 の順番です。なっていると思います、で僕も、まあ完璧ではないんですけど、ちょっと今フラム、冒頭にもちょっと叩いたんですけど、フラム多めのドラムソロをやってみます。これも僕留学してる時に習ったやつなんですが、3拍フレーズになっちゃうんですが、一回ちょっと止めます。1,2,3 ラフをラフとフラムの混合技です。すごい難しいです。逆もあるんですけどね。ちょっとできないですね、今ね。で、スイス系の技でやるとまた違ったりするんです。今は、交互にありましたけど、やっていきます。いつか。というわけで、フラムの練習のやり方をちょっとここら辺で終わります。でですね、僕今もやってたんですが、ちょっともう一回やると。ところなんですが、これはですね、ちょっとゆっくりやるのに見ててください。そのまま持っていくんです。だから、ここで止まりましたよね。で、そのまま上に持っていって、こうやって。結構ね、3打続けて叩かなきゃいけないですから。まあ、できると思います。これも、フラムタップやって慣れた頃に、
してしまうと、ドラムにでソロを取ることとかリズムパターンで変わったことをやろうと思った時に結構簡単にできちゃうもんなんです。だから僕も今、頭で考えてたことはデブクルが叩いてるドラムの曲をちょっと流してみて叩いただけなんですよね。だからそれぐらいには慣れます。だからずっとそのいろいろな技あるんですが、それを一つずつ覚えてってやっていくうちに、うまくこうヒットしてこうできるようにはなると思います。で僕も留学する前まではちょっと全然できなかったことも今はもう余裕でできますから。ということで、次回ですね、そうだな、デニス・チェンバースのスイストリプレットをちょっとやろうかなと思ってます。ではまた、見てくれる方は見てください。今日はありがとうございました。失礼します。